ポゾールオの冒険は1901年に発表された、フランスの作家ピエール・ルイズの小説。同小説に基づくアルテゥール・オネゲル作曲のオペレッタが1930年に発表され、アレクシス・グラノフスキー監督の映画が1933年に発表された。1、隣人を無視するな。2、それが分かったら好きなことをせよ。という二節からなるトリフェーム法のもと、 人々が平和に暮らす架空の国トリフェームが舞台である。トリフェームの絶対君主、ポゾール王は怠惰だと快楽を好む、人好きの王だったが、決断することを恐れる性格で、366人の被災を高級に住まわせていた。ある日、外の世界を知らずに育てられた王の学娘、アリーヌ姫が、旅回りの劇団の断層の踊り子ミラベルと恋に落ち、王宮を抜け出した。 ボゾール王は彼に使えるタクシスト、ジリオと共に自らアリーヌ姫を探しに出る。一方、王が不在となった高級では、被災たちが自由を求めて、ストライキを起こしていた。様々な騒動の後、アリーヌ姫は発見され、ジリオと結ばれる。そして、王は民衆の前で、娘や子を、国の人々の自由を約束するのだった。アルテュールを逃げる作曲。 アルベール・ウィルメッツ脚本による三幕形式のオペレッタ。オネゲルの三作目のオペレッタである。1930年12月12日、パリのデアトル・デ・ブーフス・パリージーンで上演された。アレクシス・グラノフスキー監督による映画。1933年12月15日、フランスで公開された。ポゾール王をアンドレ・ベルレが、アリーヌをジョゼット・デーが演じた。 ピエール・ルイスの小説を原案としているが、物語の冒頭で、アリーヌと恋に落ちるのは、トリフェームに不時着した、非公家事例である、天、高級を抜け出しポゾール王に会いに来たコーディアーヌと、王とが二人で逃れる天、ディアーヌの抜けがけに嫉妬した他の奇祭たちが退去して、王を探しに行く天など、原作との相違が見られる。日本語表記は、荒木厚し、ピエール・ルイと、セクシュアリテ、 トラベステスメントあるいはロマンティックアゴニーからの闘争による。他に、ポーズオール王の冒険の表記もある。レアッペントゥールジュロアパウソール、インターネットムービーデータベースおしゃれの王様、作品情報映画 .com、おしゃれの王様は、映画の日本公開時の放題。ありがとうございます。